腹ペコアザラシと申します。三国志14、難易度は5級、シナリオは2円の思惑、選択君主は劉備。第23回を始めさせていただきます。前回は危なげなくシドンを陥落させ、劉邦領を分断するべく甲州へと進軍したところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。それでは進めていきましょう。まあね、甲州まで行くまでね、だいぶ時間がかかりますからね。でシドにもね、どんどん兵力が集めてるので、こちらに平原の規模が大ですね。おお、素晴らしい、大まで増えたか。ご確認ください。で、あと機動力のある今日の武将もう一体出すか。今日当初、いやちょっと待てよ、個性で猪突のない方、うん、こちらでいいでしょう。で、ここ、こちら、この歩を押さえ、この歩を押さえ、こちらまで進軍いたしましょう。腕が鳴るぜ。甲州もいつの間にか1万5000ですからね。で、このご飯の部隊3000がいるので、1万8000のこの部隊が入って約2万か。なかなかの兵力ですね。で、関羽たちは4万と。もう少し出してっか。でもまあこれぐらいで大丈夫だろう。では進めていきましょう。あ、しまった。この2人で最後の石壁壊すの指示忘れちゃいましたね。いいですね。もう今日の武将は本当に早いな。異民族は本当に早い。ご確認ください。どうした。ではこちらちょっと北向きに合わせて、少しね場所をかわしながら、こちらの歩を押さえここまで行きましょう。で、あとはこちらの武将はこれでいいですね。で、輸送隊も入ると。そしたらこの辺り壊しに行きましょう。勝者使える方、あ、いない。じゃあ馬隊さんでいいでしょう。投石で、まあこの程度で、こちらの街道沿いの石壁、こちらを壊して退却してもらいましょう。腕が鳴る。で、あとはこちらですね、事後命令退却で壊していきましょう。ここに。で、あと宝徳さんはちょっとこちらにね入場しましょう。これでいいでしょう。それではこちら進めていきましょう。砦を建設、厄介なところに砦を建設しますね。使者がお待ちです。曹操からの使者ですね。いやー、だからもう絶対拒否ですって。いや、ほんとこれ脅しですよね。なんでこれで有効度が下げられるのかっていうね。ご確認ください。それではご飯さんと接敵する可能性がありますね。ちょっと見ていきましょう。陣を建設した後には多分待機しちゃうんだよな。いやー、ここでちょっと今日豪遊の位置が悪いかもしれない。あ、逃げていく逃げていく。お、主官が逃げちゃいましたね。まあ仕方がないですね。聞いてください。そしたら馬隊さん、ちょっと壊してもらいましょう。心得た。後々のことを考えてね、ちょっとね、輸送路はね、ちゃんと障害物取り除いておいた方がいいですからね。で、そしたらこの武将は陣でちょっと、いや、ちょっと待てよ、馬隊はもう戻しちゃっていいだろう。承知した。で、この4体でこの石壁壊しましょう。よかろう。多分なんとか壊れるだろう。で、この部隊もちょっとね、裏から回って攻撃を仕掛けましょう。任せね。で、あとは周囲の状況どうなっている。
おお、炎章が芝居とかだだ、ただこれは補給を断たれてますね。兵団を切られてますね。まあこれは無理だな。陳竜2万4000に対して2万2、3000ぐらいでね、戦ってもね、勝てるわけないですからね。ただ歩を押さえつつあるので、ここはいい兆候っちゃ兆候ですけどね。で上兵はこれもダメだな。いつの間にか趙雲が壊滅してる。で袁紹が北兵にちょっとちょっかいをかけると。そうですよね、こういうところですよね。これでね、河北はね、均衡状態に陥っちゃうんですよね。お互い牽制し合っちゃってね。せめて袁紹と曹操が仲が良ければ、袁紹はね、北に全兵力を持ってね、進めるでしょうけどね。それでは甲州の進行戦見ていきましょう。あとはこの石壁を壊して突き進むのみってとこですね。ん？魅力を尽くします。ご飯が戻ってきた。これは今日の武将と戦うつもりだな。どういうこと？なんで今日の武将と戦わないの？まあここ同盟結んときましょう。兵隊切られちゃいましたね。ご確認ください。どうした？まあいいでしょう。長領がこのように攻撃、長飛はこのように攻撃と。任せろ。これでいいでしょう。何用か。で関羽は陣を攻撃しに行きましょう。で今日最初はこちらの歩を押さえ、この歩を押さえ、この歩を押さえて、こちらまで進軍しましょう。任せてください。いやー、この強豪遊が果たしてどうなるかってとこですね。多分かご飯さんに壊滅させられるんじゃないかな。それではご飯との戦いを見ていきましょう。こいつが戻っていくか、それとも強豪遊を倒しに来るか。成功です。これはどっちだ、わからない。戻っていくか。使者が到着しました。こちらは拒否です。まだまだ戦いは続きます。で、うん、逃げてきますね。聞いてください。ただ石壁はもう壊れますね。そしたら張飛もこの陣を壊していきましょう。ちょっとこの舞台だけ先行しすぎだな。いくら足が速いとはいえちょっと、まあでもとりあえず先行してみるか。心得ました。これでいいでしょう。で指導に5万と。ここは出撃するか。甲州陥落後のことも考えて、あと甲州が4万程度の軍じゃ落ちなかったことを考えて、馬長も出すか。馬長太子寺を出しましょう。馬長が都市攻めの戦法を持ってないのでね、ちょっと習得させてあげましょう。でこちらは正社の書、これでいいでしょう。では指導から出撃で馬長と太子寺、こちらそれぞれ魚鱗で出撃をさせましょう。で甲州に向かって出撃です。腕が鳴る。でまた残、まだ残兵が2万7000もいるので、あと今日の当初こちらも出していきましょうかね。2万で出撃で、でちょっとこちらの歩まで進軍いたしましょう。腕が鳴るぜ。これでいいでしょう。それでは進めていきましょう。いやー、今日最初とね、ご飯が接敵しなきゃいいんですけどね。よしよし、ご飯逃げていく。これなら大丈夫ですね。で石壁も壊れましたと。であとは陣を壊すだけってことですね。ご確認ください。賊が発生するから本当厄介ですよね、陣なんか残されると。ただこの5体でそのまま甲州に攻め込みましょう。
で、あとこちらですね、今日合流はこちらの符を押さえ、こちらの符を押さえ、この符を押さえて、こちらまで進軍しましょう。これでこの方はここまで進軍するだけで大丈夫ですね。劉邦の輸送はどうなってる？こちら藩士が線を引いて、これで甲州の兵は2万2、3000ぐらいになりそうですね。いやー、ほんとほっとくとどん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 兵が増えるからな。いや、本当に今日の武将早いですね。馬長疾走持ちなんですけどね、簡単に追い抜かれていってますね。まあ魚鱗がそんなに足が速くないっていうのはありますけどね。では進めていきましょう。途中みんなで陣引っかかってくれますけど、途中で壊れるでしょうからね。よし、陣が壊れました。で、今日の武将がガシガシ進んでますね。聞いてください、いつの間にか後発の2万の軍も近くにいますからね。で、こちらの2体もそのまま攻守と。承知。で、外交同盟大丈夫かな。大丈夫ですね。切れかかってる重要な同盟はないですね。演術がまた有効になっちゃってるので、ここちょっと新鮮出していきましょう。演術さん、承知した。これでいいでしょう。それでは甲州に向かって進軍しましょう。いやー、ほんと今日の武将の速さがね、際立ちますね。報告いたします。太子寺が遅い遅い。馬長は疾走持ちだからね、途中から速くなりましたけどね。ではこちらで、とりあえずここ中継のここに建設陣立てていきましょう。任せよ。では進めます。太子寺も追いついてほしいんだよな。ちょっとせめてね、もう少し近寄ってくれないと。お、ここでだいぶ速くなってきた。ん？主官が出撃してきてますね。これで親密になりました。主官が奉仕か。これはうまく釣れるかもしれないな。聞いてください。ではこの今日最小の部隊でちょっと釣り出しましょう。任せてください。で、関羽と張飛は主官隊にぶつかるように任せよ。行きましょう。で、この部隊今日合流で主官の裏を取って兵端を切る、ちょっとね動きをしていきましょう。これでうまくいくか。今日の最小が釣る、主官が引っ張られて兵端を切ったところをこの2台で叩く、こんな青写真ですね。それでは見ていきましょう。この1万1500をここで倒せれば甲州は多分もう出てこないはずですからね。よし、これで1000、多分これがマックスですね。よし、逃げてる。危ない。あー、当たってしまった。マジか、当たったか。よっ、いいぞ。でもこのまま接敵しそうだ。報告いたします。そしたらこの2万の部隊もちょっと当てていこう。やるか。これでいいでしょう。で、この部隊はこのまま先行して歩を奪っていこう。やってやる。これでいいでしょう。で、報酬を配れる方特にいない。それでは進めていきましょう。主艦隊があとはどう動くかですね。逃げるか。そりゃまあ逃げるわな。壊滅したけどダメか。早い。さすが奉仕だ。報告いたします。やられましたね。主艦一人に2部隊壊滅させられた。
ん？で弓矢倉立ててる。いやー厄介なことやるな。ではもう一回出しましょう。この二人は確かちょっとずつあるんだよな。でもまあもうここまで来たらいいでしょう。でこちらの歩を押さえ、こちらの歩を押さえ、この歩を押さえていきましょう。出陣よ。いやー主観を逃したのはちょっと痛かったですけどね、仕方ないな。ではこの関羽と張飛でこちらまで進軍して陣を補修しましょう。で京東将はもう仕方がない、こちらを落とし、この歩を落とし、こちらの歩まで落としに行きましょう。この2つの歩をね落としさえすれば、まあこの3つ、ちょっとね歩の数が攻守多いんでね、ちょっとねそこだけがちょっとやばいですね。退治時1人で突っ込みそうなのでちょっとここで退治ですね。承知した、ここに。で長領もここで退治ですね。では宝飾バリカツ特にいない、では進めていきましょう。さすがにね主観も、お戻らない、うわーやばいやばい、主観強い、これはまずいぞ。報告いたします。主観一人にかき回されてますね。主観が3500ぐらいの。どうした、ちょっとこちら戻りましょう。分かった。っていうかちょっとつぼちじゃないか、無理か。じゃあちょっと全員で助けに行こう、関羽張飛で助けに行こう。うん、これは結構主観一人にいいようにやられちゃってますね。では指導からさらに出撃です。今日豪遊、この方は猪突がないんですよね。なのでちょっとね怪我してますが、ちょっとこちら、いやーまさかこんなに甲州攻めが苦労するとは思わなかったですけど、進軍させましょう。戦だね。これ猪突だから絶対逃げないですからね。いやー主観きついな。せめてこの歩を奪って戦いたいところだけど、いやーこれ4つの歩、まあ関羽も合わせれば5つの歩の効果を得ているので3500ですからね。うーんこれはかなり厳しい戦いだな。いっそのことこのまま突っ込ませるか、そしたら主観も逃げるだろう。そうしましょう。ちょっとこれでやってみましょう。いやさすがにそれは無謀か、やめようやめよう、心得た。そんな博打を打つべきじゃない。ちょっとここで待機、で関羽張飛もちょっとねこちらで待機ですね。ちょっとね今日東証はもう諦めましょう。では進みます。もう逃げられないだろうからな。使者がお待ちです。拒否です。張飛がね猪突なのでね、いやーもう全然ダメだ、相手にならない。聞いてください。いやー2万壊滅させられたのは結構きついな。それでは主観との対決を見ていきましょう。これで主観がどう動くか、こちらに突っ込んでくれるんだったらまだなんとかなるが、突っ込んでくる、マジか、勇猛果敢すぎるぞ。あで張飛が突っ込んだ、これはいけるぞ。聞いてください、いかがだったでしょうか。甲州攻め途中まではね、まあのんびりとね、まあ派兵している様子をね、進軍している様子をちょっとね見ていただいたんですが、最後の方にかけてね主観さん無双、本当にねそう言っていいと思います。まさか2万の異民族の部隊をあんなにも簡単にね壊滅に導くとは。しかし最後の最後でちょっと下手を打ったような気がします。それでは今回はこれで終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。